ゆうた、ゆうま、ひえが、はい、牛顔のサッカー部が結局クラスで一番可愛い子と付き合う山田タラです。今日は何、今日はデビュー、何デビューっていう話にはなってくると思うんですよ。うん、まあ僕たち地元の友達5人組でね YouTube やってますけれども、うん、まあもともとねその地元10人ぐらい仲いい友達がいてまあそっからまあ5人でデビューして YouTube クリエイターとして今活動してるわけじゃないですか。うん、まあその地元の友達以外にもまあそれぞれみんなコミュニティがあって友達がいると思うんですけど、うん、皆さんどんな友達がいますか。もうそれで言うと小学校の時の友達でしょ。うん、高校、YouTube、ああ三本柱じゃないですか。結構いるって感じかな。いるかも。それで言うと俺らのさこの活動に対して連絡とかしてくれる友達は結構いるわけ。いるいる。インスタライブやってて、うん、曲とかかかってたりしたら高校の時の友達から今インスタライブでかけてた曲何とか。おお、繋がりたいんだな多分。いやマジで仲いいやつ。ああいますか、そういう。あ、いますよ。小学校、中学校、高校、就職した時の。あ、そう、就職バイトの時の人。おお、うん、ゆうたはさ、そこどうしてんの。結構やっぱその、有名になったわけ。うん、つながりたいなみたいな人結構来るの。あ、いや、まあ、つながりたいなっていうか就職した時の男友達から久々に連絡とか結構来る。え、どんな感じ。そのしれっとその友達っぽい感じのままな。あ、いや全然。400万人おめでとう。ああ、なるほどね。え、そこはなんかない。あ、こいつ来てるからちょっときついなみたいな。ないね、男に関してはない。いやでも結構ね、ゆうたくんあるんですよ、僕。うん、結構ゆうたくんあるんですよ。いまだにですよ。うん、ヤマトと、ゆうたくんと飲ましてくんない。ヤマト、ゆうたくんと飲ませてって。普通に繋がりたいみたいな。やらせた全開って。そう、やらせた全開の。客だ。普通にコムドットゆうたと繋げてっていう感じで俺に連絡来る女の子がいるから。うん、なんで今言うのそれ。ね。え、何言ってんの。そんな裏で言ってる。もうここで言われたらもう行きづらいやん。いや、行きづらいっていうかさ、その嫌じゃん、友達としては。友達いや、言うとかしたら美味しいやろ、もう美味ですよ。美味だよね。で、そういうのでしか出会えないからね、俺。いや、まあまあまあ、そうか。ヤマトがそれ断ち切ったら俺ら男子コース所属になっちゃうよ。いや、断ち切るっていうかさ、嫌じゃん。いや、完全にもう時期的に真夏の果実ですよ、うん、果実やね、マジで。今もう来てるから、どんどん飲みたい。じゃあ逆に聞くけど、ぜひ。え、ゆうたくんとちょっと飲ましてくんないとか言ってくる女の子、飲みたい。ぜひ。そういう子ってさ、ワンちゃん俺でもいけんじゃん。だって、いや、バカか。ミーハーなわけや。じゃあミーハーとかじゃん。有名人って思ってんだけど、ヤマトの友達だから普通にいけるしとか。ああ、感じゃん、ノリ的に。自信家かめっちゃバカか、どっちかや。言い過ぎてるよ。ヤマト友達。一応言うのヤマトの友達ね。自信家かめっちゃバカの、どっちかや。ヤマトの友達ね。ヤマト傷つけよ、これ。そうそう。うん、だからその傷つけるんじゃなくて、俺らがやれることは抱いてあげることしかできない。バカか、そっかそっか。え、ちょ、大丈夫かって。あ、そっち。何の話。ごめん、もう本当にごめん、本当に。めちゃめちゃ変態ね。俺が大気余りない。うん、まあでもユーマンの名前は全く出ない。めっちゃバカなんですよ、ヤマトの友達。ヤマトの友達ね。いや、俺で言うとやっぱその友達は結構この会社に入っちゃってるから。あああれなんだけど、なんか結構いる連絡取ってる友達。オタク会話だった友達とか、あと大学の友達とか高校の友達とかは、あの年末年始毎回飲んだりします。うん、いや、それいいな。もう一回も言われたことないの、誰かに合わせて。ない。一回もない。男に。え、ある。大学時代はあって。ああ、俺らはまだ売れ始めだったからさ。ああ。どこどこ一緒に行きたいよとか、あったけど、そういうのはもう今みんな社会人になってますから、みんな考えも大人になってなくなりました。じゃあ、俺の友達がガキばっかりみたいな。ガキばっかりみたいや。いまだにその大学生ノリで言うたと飲めると思ってるガキみたいな扱いすんの。で、そういうのが一番だと思う。だよね。まあ、エロいだよ、これ。素敵だね。ノリ的にわかるし。いや、まあそんな感じでね、もう皆さんそれぞれ友達がいるわけじゃないですか。今回の企画は最初に言っとくんですけど、結構ぶっ飛んでます。あれ、めっちゃ楽しみ。今その合わせてほしいみたいな話結構出ちゃったんですけど、うん、全く関係ないです。え、全く関係ないです。ただ友達が関係あります。どうしよう。ぶっ飛び企画発表したいと思います。ということで、続く友達のこと無理やり YouTube で見させてみた。YouTube チャンネルを持たせるってことですか。そうです。え、バカか。カズが現場系 YouTuber とかやるってことだよね。まあけどこれ一つ言いたいのは、俺はマジでワンチャンできない。あ、マジいいん。いや、アホな友達ばっかりだから。実はですね、まあ、僕の友達っていうか、まあ、みんなの友達ですよね。とある男がこの間ね、
2人で飲んでる時に俺 YouTube 始めようかなって、どういうの？ボソッと言ったんです。飲みの席だからさ、まあ、将来の話とかするわけじゃないですか、うん、でその時にポロッと、ほんとポロッと、あー YouTube 始めてみたいなって言って、あー関西弁ね、そうで、でもね、もう山内良くないよ、もうほんとコムドットのせいでもうどこもね、もう行けないのよみたいなこと言って、あーだからまあ結局やりたいやりたいって言ってて、やんないんだよなーみたいなこと言ってて、その飲み会が終わったんですよ。もうこれはもうノリにして企画にしてやらせちゃおうかなと思って、まあ今回無理やり YouTube 始めさせられるのはハンゴーバーズ代表取締役青木理央くんです。あいつ YouTube 始めさせられるんだ。はい、知らないの、ね、今なんも知らない、めっちゃウケる。なるほど、理央を YouTube にする企画、理央何やってんの？まあ、本当にマジいいっすね。見てくださいって俺らもなんかすごいだるがらみしてる。全く関係ない、俺らは全く悪くないはずなんだよ。なんでさ、皆さん本当に全然大丈夫。コットじゃないの、使われるよ。リオが YouTube を始める企画ってことね。そう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 。これが言えなかった。リュウ言うてたんすか。で、なんでこの企画を撮ろうかなって思ったかっていうと、次の世代は誰なんだみたいな話題って結構あったりするわけじゃないですか、はい、まあ、その中で今 YouTube 結構難易度が上がってきていて、始めてもなかなか売れるのが難しかったりする中で、もうその YouTube 始めたいけど始められない人って多分多いと思ってて、なんかちょっと俺らが初心に帰る意味も込めて YouTube 始めるまでの流れを動画にしたら、なんかこれから YouTube 始めたい人とか見た時になんか参考になったりとか、なんか夢とか希望与えられるんじゃないかな。確かに始めやすくなるよ、ね、まあ、かつ、まあ、その友達になんか無理やりやらせるっていうのは結構面白い、生まれやすいんで、もう断られたら断られただし、うん、まあなんで、まあ、この企画はこれ突撃して、始めますっていうのを伝えます。だからこねたらその首根っこの何でも掴んで、電気屋さんに行って、あのカメラとか三脚とかもう一式もう買います。まあ彼もお金持ってるし、そう彼お金持ってるんで、で買ってもう始めざるを得ない状況を作るわけで、その後に実際どうやって撮影するかとか全部教えて、で編集とかも最終的に教えて一本目を作るところまで。もう結構長い企画。そう、あ全編後編企画。おお、一本の動画を作り上げて彼が一人の YouTube クリエイターとしてこう飛び立つまでを俺らでちょっともう見送ろうかな。なるほどね、おもろか、面白い。この動画の進行としては別に全員いる必要はないかなと思ってて、あ、なるほど、なんかそれぞれ例えば編集のとこを教えたりとか、まあ、なんか買いに行くとこを一緒に行ったりとか、それぞれ、メンバー分けて彼の YouTube スタートまでの足取りをちょっと追っていこうかなと思います、うん、で埼玉の方に事務所に今いるみたいなんで、そこまでみんなで車で向かっていきたいと思います、はい、さあ早速やっていきましょう。はい、ということで向かっていきましょう。あきたーん、レッツゴー。まあ、せっかくなんで、まあその俺らがどんな感じで YouTube 始めたっけみたいなとこをちょっと話せればなと思って。うん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 、僕はもう最初初期面コンビの話なんじゃないですか。そうなってくるか。そうだね、初手の初手はそうですよ。今2023年ですけど、僕たちが YouTube 始めたのは2018年ですから。やばいね、2018年とか。やばやばいね、やばいな。大学2年生の秋に YouTube 始めてるから、あ、じゃあ19、20の代か。そうだね、はいはいはい。多分結構 YouTube 始めるの早い方かな、うん、早いんじゃない、それで言うと、うん、一番いい時期に始めたか。一番いい時期かもしれないね、うん、それで言うと俺とゆうたが始めた時はそれこそまあ20歳と19歳だったけど、うん、あっちゃんはそれよりはるか前から YouTube やってるから、うん、結構そう考えるとやっぱアムギリの重みがここに来て結構パンチ重い。いやそうよ、17、18でしょ。17の、あっちゃんが YouTube 始めたらいいって。僕高校3年生高3で一人で YouTube 始める度胸たるやん、すごいっすね。すごい、高3だったか。完全に親に内緒で始めました。そうだね、親に内緒にしてたわりに結構家広く使ってて、使ってた。だ妹が塾行ってる間にお前妹の部屋でローションぶちまけて踊ったりしてた。ヤバい系 YouTuber だったの。いやだからなんかあの家族にバレないようにこれ昼間とかに撮ったりしてて、まあだからあの高3だからこそのできる動きで。どういうメンタルでやってたの YouTuber。 いやーまあ憧れから入ったんだけど、やっぱ恥ずかしかったね、身内に見られるの。あー、うん、けどできるたびに俺にさ店に来てくれたりしなかったの。ヒューガとかにはね完成した時見せてたんだけど。そうだよね。いやそのやっぱ友達の意見が怖かったなって。あーそうか、だから直で友達からしか意見来ない状況だったもんね。例えば俺とか
ユウマとか本当典型的なヤバいやつだったと思うよ。本当に余裕でバカにしてみたいな。あれちょっとバカにしちゃってましたね当時は。バカにしてたんだよ。本当ヤバいんだよユウマってやっぱ。でも面白いやつは面白いって言ってたね。あの鼻ドリルのやつだ。上からっていう。え、それさ、あっちゃん、最初何再生ぐらいだったの？初めての動画は、ほんと100回とかで。え、すごっ。すごいよね。すごくない？全校生徒じゃん。そう、なんか YouTube ユーザーってさ、100回再生とか聞いてさ、まあ、かすって思うかもしれないけどさ、素人が YouTube 始めて100人に見られてるって、まあすごいよ。すごいよ、だって、なんもない人が100人見てもらえる場所を持ってるって。あの、始めたての YouTuber の、あの、グループラインみたいなのって、そこに入ったりする。で、こんな動画あげましたみたいなのを共有したんだけど。ユーマはしてたんじゃん、ネットで。してなかったね。あ、俺アカウント持ってなかった。あー、うん、よかった。まあ、普通に思っててもしてなかったね。マジで本当なんか典型的だよね、ユーマって。いや、やっぱユーマね、まあ、当時、まあ、今はこう心もいろいろもう揉まれて洗われてされてますけど、当時はなんかいろいろね、受験とかでやさぐれちゃった部分もあったから。そうだね。まあ、日本のアンチの一人でした。動画見たことあったね、ユーマ。めっちゃ見てたよ、動画は。どういう気持ちで見てたのそれ？羨ましいみたいな気持ちあった？いや、多分ね、奥底にあったのかもしれない。あー、なるほどね。いじってやろうっていう気持ちもが多分大半を占めてたんだけど、奥底には俺もやってみたいなと思ってた。まあ、ユーマ一人で動画とか撮ってた人はしない。あ、そっか。あ、ユーマもね、一応バイン時代っていうのがあって、バイン時代の動画こちらです。ミッキーマスだよとかやって女の子に近づこうとするチャラいやついますよね。マジ定番でつまんねえんだよ。やめてくれ、マジでやめてくれ。あー、ほんとだ。こんなことをやってるやつがあっちゃんバカにしてんのやばいけどね。仲間増えたみたいな感じです。リスペクトしようべきだよ。しかもなんかいじろう前提で動画見てんのエグいよね。で、あっちゃんが YouTube やってんのはまあみんな知ってて、知ってた知ってた。俺若干そのあっちゃんのガチでやんない感じにイライラしてたのよ。だから俺もそうで、多分言ってたよね。よくわかんないんだけど、その人の人生にごちゃごちゃ言うのは。けどそのもう地元の友達ってもう結構共同体みたいな感じになっちゃってたから、余裕で夢を話すわけじゃん。将来どうしたいとか何したいとか言ってる中で、あっちゃんがなんか、まあ、まあ YouTuber はまあ趣味程度なんでみたいな。いや、けどお金入ってきたら欲しいのって聞いたら、いや、まあお金入ってくるならめちゃめちゃ欲しいですみたいなこと言ってて、めっちゃ矛盾だなと思って、俺とヒューガでめっちゃ言った覚え。やばいよね。だってその3人で1回夜話した時に、俺とヤマトにあっちゃんもっともやるならマジやれよみたいな。そう、なんか本当に頑張りたいんだったらみんなも応援するんだから頑張ればいいやんみたいな。今考えたらよくわかんないけど、まあなんか地元っぽい感じやん。俺だってそれであっちゃんに20万投資してるからね。あ、そうだよね。18歳で友達に20万投資するってやばいから。あれ、良かったね。え、覚えてる、あっちゃん、それ覚えてる。で、ヨドバシカメラ行って、ガチでやるなら機材買おうってなって、で、俺大学終わりであっちゃんと一緒に吉祥寺行って、パソコン買いに行こうみたいな感じで行ったはいいものの、俺別にそのバイトしかしてないからさ、お金持ってるわけじゃないよ。で、ヒューガに電話して、ヒューガがポッてなって、で、ヒューガ来て、ヒューガちょっとあっちゃんがパソコン買いたいみたいな、みたいな感じでヒューガがあっちゃんに投資をする。やばかったよあれ。俺本当にやばかったと思うよあれ。俺はなんかさ、もともとあっちゃんにお前やれよって言ってた立場だから、まあその背中を押してあげなきゃいけない面もあったし、立場的にも関係値的にもまあ出すことに対してあれだったけど、うん、あれだって急によ、急に俺多分普通に吉祥寺にいたのよ。そしたらヤマトからプーって電話がかかってきて、何も知らない俺は。でもしもしって言ったら、ヒューガ今さ、あっちゃんとそのヨドバシカメラいるんだけど、あっちゃんにさお金貸してあげてくんない？ヤマトから言われたの。え、何のお金みたいな。え、どういうことってしたら、パソコン買うからみたいな。で、パソコン買った方がいいよって話はしてたから、今日なんだ。え、今日かよと思って、え、まあいいよって言ってそのままヨドバシ行って、財布の中のお札全部あっちゃんに渡して、で、あっちゃんがその後の地元の集まりにこうパソコン大事そうに抱えてくるって。それを窮地にちょっとあの蹴られてめっちゃブチギレる。ヒューガに借りて買ったばっかりなんだからみたいな。めっちゃヒューガに買ってもらったみたいな。俺のお金を借りたんだからっていうのでめっちゃ怒ってたよね。そんな感じであっちゃんが本格的に YouTube 始めるってなって、その時大学行ってるやつもいれば就職してるやつもいれば、それこそ専門行ってるやつもいればね、結構みんなバラバラだったんだけど、まあほんと週何回も集まって夜話してみたいな、その一環で。言うていたメンバー覚えてる誰か。いやー覚えてないな。だから俺は絶対いない。いないね。俺って結構いたから夜の集まり、うん、でもいないってことはすごい覚えてるから、いなかったこと。
俺の記憶で言うと YouTube を始めようってなって夜、まあ、いつも通り集まってたわけですよ、うん、でメンツが俺、ゆうた、かずえ、あっちゃん、かなたあたりかな。あーそうやな、俺かなたかずえはいた気がするんだよな。そんな感じで集まってて、記憶だと本当にマジでノリで YouTube やんねみたいなことを言って、うん、どっちが言ったかマジで覚えてないんだけど、いやそれ本当にノリなんだなって思う。だって前日とかに遊んでた俺が知らないんだもん YouTube 始めることを。そうだよね、本当にその場で決まったんだなって思った。いるメンツ的にさ、カズエとかもやりたがりそうやん、うん、けどカズエその時留学するみたいな前だったんだよね。うわー俺もやりたかったわー、でも俺はちょっとあの海外で一花咲かせるわみたいな、そういう感じだからさ、やっぱ熱い感じなの。今咲かせてるし、そう考えるとすごいよねカズエ。マジすごい。俺と優太はなんかノリでやろうぜみたいな、てか絶対いけんじゃんみたいな感じでやって、それ家帰ってで優太に電話してマジでやんねって言って、俺もマジでやりたいと思ってたってなって結成で、次の日ぐらいに動画撮ってもその次の日ぐらいアップしてるよね。そう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 。だからそのアップした日に多分俺らの地元の10人のグループに動画貼り付けたろ。貼り付けた。で俺その貼り付けた時に知ったの。マジか。直接聞いてないの。そう仕事中に携帯なんか通知来たと思って、なんか動画と思ってポンとしたら、カレーハンバーグですみたいな、カレーハンバーグドリアですみたいな動画が流れ始めておーと思って、で俺バリバリ仕事してたから、おマジかと、ゆうたとか仕事辞めたって知ってたから、あ、ゆうた YouTube なんだと思って、うん、で、ヤマトも大学やりながら YouTube かと思って、あ、ウケんなこいつらと思ってて、そしたらその次の日ぐらいにもわーあったから、うんうんうん、でマジでやってんのみたいな。いや、もともとなんかね、俺の兄貴が言ってたんで、ずっとお前らの地元の友達はマジで YouTube をやった方がいいって言われてて、その頃ほらやっぱ東海オンエアさんとかもう有名だったからすでに、うんうん、あ、YouTube かと思いながら生きてたけど、まさかあんなタイミングで始めるとは思わなかったね。え、その会話あったよね、ゆうた、ヤマトのマンション、そうそうそうの、は、なんか花壇みたいなところで、ゆうたと俺とヤマト見たか、ちょっと YouTube やってなんか八木沢オンエアでやんねみたいな。その時はね、俺結構熱かったんで。え、そうだよね、ゆうためっちゃ盛り上がってた記憶、やろうよみたいな感じで言ってたんで、そう、めっちゃグイグイだったね。ちょっと前でしょ、ちょっと多分2ヶ月前とかだよね。その俺の感覚としては1年大学休学してなんか起業するためになんか動こうと思ってたから、よく考えたら YouTube 起業だなと思って、自分たちで会社立てたりするから、いやなんかそこですごいハマったんだよね、自分でできるとか、なんかそのバイトめっちゃクビになってる時期とかも重なって、うわなんか自分で何かやりたいなって思った時に、なんかそのドンピシャの人がいたから、まあ俺の感覚的にはもう初っ端の投稿でめちゃめちゃバズると思ってたから、最初まあほんと200回再生とかでチャンネル登録マックス友達バーってお願いし240人ぐらいまでいったのかな。えけどあの勢いったらものすごかったよ。ちなみにほんと入ってない俺らからすると、うん、そのまああっちゃんが2年ぐらいやってて100人ぐらいっていうの知ってたし、そもそも YouTube、うんうんうん、だから難しいんだなみたいな思ってて、初めて速攻200人みたいな、はいはいはい、行ったやん、行った行った、やっぱ俺にも LINE 来たし、多分他のグループ LINE とかもバンバン貼ってたんだろうから、ああすごいやっぱヤマトとユウタが YouTube 始めましたみたいなムーブにめちゃめちゃなってて、ああなるほどね、あそんな感じだった、え、なってたなってた。地元ではもうほんともう YouTube を大々的にあっちゃんはやってなかったから、ああなるほどね、もう やるぜ YouTube みたいな感じのやつらが初めて出てきたのが、ああなるほどね、2人だからすごいうわーってなってて、俺はそれまで仕事してて仕事めっちゃ楽しくて別に全然気にしてなかったんだけど、で俺だけ仕事しててみんな仕事してないからさ、いつでも遊べたいん、うん、俺が休みの時にいつでも遊べるやつらが、うん、YouTube を始めちゃったから、うん、俺がオフの時に撮影がある、あー、はい、から遊べないっていうのが何回か続いたんだよ。なるほどなるほど、1週間ぐらいかな、うん、でバーって続いて、でそのまま仕事してて仕事終わりとか仕事行く前ぐらいにヤマトとユータの撮影終わりのヤマトとユータが俺ん家の下来て、で電話かかってきて、で今ちょっと降りてきてちょっと話そうぜみたいな言われて降りてパジャマで、うん、でその時にバッて誘われてそこでバッて入ったから、なるほどね、その1週間ぐらい遊ぶ人いないなって感覚が、あいつらがなんかやっちゃうとちょっと仕事他でやってたのつまんねえなって思ったっていうのもあるんで、あー、はい、なるほどなるほどなるほど、触れるって思ったのもそうだし、いろいろあるけど要因はつまんないっていう、でも言うとなんか遊びみたいな感覚だったよね、とお金稼いでないんだろうけど、お金稼ぐ未来を見てるのは分かるから、そうだからそれが面白いやん、そのお金稼げるかもみたいな、そうそうそう、当然あるわけやん、そのお金稼ぎてみたいな、それだからねやっぱ最初っていやそれってめっちゃ大事なモチベだよね、そう、とんでもない巨万の富を得られると思ってこの業界にやっぱ飛び込んでる、うん、無敵になれると思ってるわけだからね、だから俺も無敵になると思っちゃったし、ヒューがその感じだったけどさ、ユーマはちょっとぬるっとしてた、大学生だったよ、あのユーマはなんだっけな、なんか本当に純レギュみたいな感じで出そうぜとか言って言うたと、だからもう DH みたいなことだよね野球の
まあユーマってその頃からちょっとぶっ飛びお笑いキャラだったから、ヘアが引っ張り出してきて、なんかちょっとやってもらって、なんかユーマのそのドイツ語講座みたいな、なんか本当に超くだらないんで。にしてはメイン張らされてたやつ。基準的なのに DH のくせめちゃメイン張らされてたの。そうで、ユーマはなんか結構その分かんない、俺らのことをどう見てたのか知らないけど、結構なんか YouTube 一緒にやってて楽しい感じで、でも大学生だったし、俺の中ではもうぬるっと入れるしかないなって思ってたの。片足突っ込ましちゃってやめれないみたいな感じで、とりあえずやってもらおうと思って。いや見事に作戦にハマったね。だって途中その会議してたよ。途中ユーマをどう抜け出せなくするか会議をユーマがいない時してた。あーしたね。ユーマはずっとベンチャー企業に就職して、俺は YouTube もベンチャー企業も両方やりたいみたいなのを言ってたのを、俺らもその別に否定してないし、いやユーマがそうやって一回社会経験したいっていうのはそのユーマの人生だから、どっちありだと思うよみたいなユーマと話してる時はすんだけど、いざユーマがいなくなったら、いやあいつ就職させない方がいいべみたいな。盛り上がんね俺らは。そう、あいつ就職したら実際来れないだろうし、結構一人減ったりするの寒いべみたいな。だからユーマは辞めさせないように、とりあえず2、30万稼ごうみたいな。そう、稼ぐっていうのを考えたの。とりあえずユーマの初任給より稼ぐぞ。そう俺覚えてんだけど、その明確に決めた目標が、その初任給もらえるタイミングでその初任給の倍渡してやろうって。そう、その話をでめちゃめちゃ盛り上がった。そしたらあいつは就職しないって言うだろ。そうそしたら言ったんよ。お金だったんだよ。おいやめるわ。俺 YouTube で行くわ。こいつかかったと思って。いやでもすごいよね、その友達をやっぱさ、まんまと作戦にかけていくってなかなかできないから。そうだよ、だって稼ごうと思って40万ぐらい稼いだと思うな、一人。いやすごいぬるっとしてたな当時。なんかなんだかな、大学生やることねえな。あ、 YouTube やんね。おお面白そう。ポチだんだんお金稼げてきたな。あでも俺就職しようと思ってるから、俺めっちゃ稼げてきたよ。よーし YouTube やるぞ。お前簡単やな。お前俺の覚悟返せ。お前俺覚悟えぐかったすごい。だからまあ、その感じで入ってさ、その責任感はすごいわ。すごいよすごい。だからそこを取り戻すかのような。今のこの仕事に対する姿勢とかね。だからさ、ラファエルさんの仮面をかぶってさ、あの今年売れなかったら人生オワコンって言って挨拶したやん。うん、したね。その月、あ、年頭で、俺その時心の底からオワコンになるっていうか、人生やべえなと思ってたの。確かに。大丈夫だろうけど、楽しいんだろうけど、 YouTube はここで売れたいなってめっちゃ思ってたんだけど、うん、その時ユーマどういう気持ちでお辞儀してたの？ああ、こういう挨拶あるんだよな。俺の人生をかけた挨拶にこういう挨拶があるんだ。ヒューがもうそのネタとして言ってんの。ガチ。そう、ガチって思ってなかったその頃俺は。ガチガチで。あれだから、それこそまだ1年目ってことだよね。1年目チャンネル登録3000人ぐらいで今年中に売れようって決めてたの。そう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 。で 10万人ぐらいまでいったんだよ。いやそう考えるとやっぱ最初はなんかこの面白いぐらいに足並みはバラバラだったね。バラバラだったねマジで。いやだから俺それさ、そのユータとヤマトのさ、目線羨ましいんだよね。その仲間が入ってくる目線。あーなるほどね。俺っつったらほぼあっちゃんと同じタイミングで入ったから、うん、別になんかあっちゃん入ってきたかもほぼない。ルフィゾロ目線っていうか。あーなるほど。ワンピースで言うとね、はいはい、その新たにフランキー仲間になりましたとか、うん、ロビン入りましたとかさ、はいはい、あの感覚っていうのは俺はないの。うわこいつ入ったからここが強くなってこうなっていくながない。なるほどね。俺からしたら俺が入ってから誰も入ってきてないから、会社には入ってきてるけど、うんうん、チームとしてさ何かを勢いとか出す時ってやっぱ5人なわけ、うんうん、でその5人はもう完成してたから、うんうん、完璧だったっていうか。なるほどね。その未完成な状態から完璧になっていくその様、はいはいはい、楽しそうみたいな。短い期間ではあったけど、多分10月始めて12月には多分全員いたよ、うんうん、2ヶ月であったけど震え立つ心。ユウも入ったからちょっと面白いことできそうやなとか、ヒューが入ったからちょっと勢いついてなんかアグレッシブなことできそうやなとか、あっちゃん入ったから編集とかでとかあるわけやん多分。その感覚写真もあるやん俺が入った時なんて。あの時とか俺震えたのよ。はいはいはい。マジででも完全勝利みたいな思ってたの人生。はいはいはい。もうすでに楽しかったけど もっと完璧になりそうやなって思って、まあ今に至るからうまくいってんだけど、うん、そのあの時のこの未来を自由に見れる感じ。ああ確かに自由に見れるもんね、うん、どうしたい何やりたいみたいなのがすごいどん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 出てきて、その制限がない感じを友達とやられるっていうのはワクワクする。現実もクソもなかったから、うん、炎上するも知らないし、うん、嫌なことも知らないし、うん、何すごいことも知らないから、辛いことも知らない。そう知らない、何も知らない、もういいことしか知らない。だから俺からするとその世界がパーって見える能力が素晴らしいと思うよ。
ああ、なるほどね。俺その5人になった時とかもその見えないわけよ。はいはいはい。なんとなく、1ヶ月後こんな感じかな。だからそんなね感じだったから、まだ大学生だし就活もしなきゃだなとかいろいろ考えてたから、まあ、現実的にお金が入ってきてなかったら就活しないとって思うよ。あっちゃんはさどうだったのその時の感じは。え、俺もねあんま見えてなかったよその未来。その大学辞めるってなった時も親心配するかなとか考えたし、あ、大学辞めてこれでもし失敗したらどうなるんだ自分とか考えたし、ネガティブだからね。ポジティブ要素がねあんまなかったから。でもさその多少はポジティブな気持ちを持ってさコムドットに入ってるわけやん。それはどういう感覚だったの？何がきっかけだったの？2回断って。え、俺ね3回目電話した。あーてか俺いたか。うん、バイト前にねなんか電話来たけど5時前に。それでかな。てかそろそろもうなんていうの、あっちゃん的に友達がさどん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 コムドットの方に集まってくる感じがさ、別チームやったら孤独になってっちゃうやん、うん、その遊びになってくから、うん、この人数が増えていくから増えていくことね、うん、それもあってもう一回押したらいけんじゃないかなと思ってもう一回電話した気がするんだけど。え、覚えてない？え、気持ち、うん、気持ちはね、いや感覚、まあすごい人たちが集まってきてるなっていう。すごい人たちだと思ってたのお前。友達でありながらリスペクトすごいやん。ちょっと待って、お前、山本優太舐めて。いや、そういうことじゃなくて山本優太舐めて。日向優真のことだもんね。そう、今の感じ、今の時あったな。山本優太のスカウティングじゃ物足りないぞと。いやいや、まあなんか最初はマジでそのね、一人 YouTuber に憧れてたから、うん、その気持ちが強かったな。それで日向あっちゃん同時加入だ。そう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 。結構写真が残ってんのが面白いよね。面白い。その組んだ日の写真だったからね。200万300万ぐらいまでは結構ウケるよね。あれをずっとそのなんていうの、このチャンネルトップページのね画面に持ってきてるから、もうそっから4年5年経ってます。やばいよ、もう25でしょ。やばくない？25だよ。いや、まあその俺が思うになんだけど、当時思い描いてた25って俺もしかしたら結婚してんのかなとか。いや全然そう、俺なんて19の時の自分は23とかで結婚してると思ってる。でそう考えると、ああ25かって思うけど、ぶっちゃけ25でこんな楽しくて、でしかもこんなに成功してんのはやべえなって思うけど。やばいよ、焦りみたいなの全くない。マジでやばいことだと思う。ここまで25で登ってこれるやつはいないやろって思うから楽しいし、って考えるともっとこの先やばくなれるっていう、うん、やばい、まだ心若いし。そうそうそう、そう考えると時間って経つの早いなって。早すぎ、5年経ったんでしょ。まあもうすぐ経つのか。大人になったな。早すぎる。いや大人になったんだけど、大人になったんかな。成長はしたけど大人にはなってない気がするよ、ね、いやそうなんだよね。悪い意味じゃなくいい意味で若い心というか、友達とずっと一緒にいたら大人になんないのかもね。ね、ワンチャンそうね。ちょっと成功すんじゃないこれ。一生ガキ。実験的に、実験的に俺らぐらい一緒にいれば。いやだってさ、俺いやこの間テレビ収録でさ、あのあっちゃんの口ちっちゃいみたいなノリあったよ。俺あれ見た時にすっげえ嬉しい気持ちになって、その YouTube 始める前からさ、寿司屋でさあっちゃんの口が小さすぎて寿司一貫で食えないみたいな盛り上がってて、盛り上がってて、俺それ動画持ってんだけど、そんなくだらないことをやっぱやってたわけやん、うん、地元のお寿司屋さんで、うん、それがテレビとかに出るようになって、もうそのノリのままなんだと思ったら、なんかウケるなと思っちゃって。16とかの時にやってたノリだからね。そう、で要は9年間やってるノリがそのまんま全国に出るわけ。ノリではないけどね。いやどうでもいいやそんな。他の地元とか他の人たちの界隈であっちゃんとご飯食べてる時にあっちゃんの口が小さいことなんてどうでもいいや。この後のみんなめんどくさいんだよ、あっちゃんの口が曲がってることにゆうたが気づくとかさ。どうでもいいや。あっちゃんの口がさ寿司入れる時にちょっと横に行こうがさ、うん、迷惑もかからなければ。それお前もう食うたび見て腹抱えて笑って気になっちゃうんで。こっからはちょっと本日デビューするかしないかわかんないんですけど、青木さんの事務所に突撃して早速 YouTube を始めるぞということを伝えていきたいと思います。はい、それでは早速向かっていきます。はい、ということでリオの事務所到着しました。まあ中にねいるんですけど、まあ、一応今日会う約束があって、まあ、彼は何も知らないんですけど早速行きます。見てください、こっから入るじゃん、遊び心地だな。いや、チャーリーとチョコレート工場が画角外のやつが一番楽しそうにしたいや。いくよ、出てきてください。
やばそうなやつ。自己紹介。あ、どうも、青木龍と申します。お願いします。完璧な。お願いします。初出演からもう早3年ですか。そんな経ったね、3年ぐらいだわ。ハンゴバ3周年おめでとうです。おめでとうございます。見たよ、インスタ。ありがとうございます。いいことやっぱいっぱい来たね。こんなにでかい人、ちょっと待って。埼玉県にありますね。埼玉県にあります。え、中入っていいんですか。あ、ぜひどうぞ。どうぞどうぞ。失礼します。いや、ジェリーズ。うわ、すごっ。すごっ。青いな。こっちちょっと、あ、ちょっとね、まだあんま片付けてないんで、ちょっと汚いです。味、味ね、味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 、すげえ。すごい。これはこれでアブドラ味。いや、ユーマンどうしよう。あいつサウジアラビア帰ったと思ったら日本帰ってきたでしょ。サウジアラビア帰るからと思ってユーマンが奮発して50万ぐらい飯全員おごったらすぐ帰ってきちゃった、うん、あの1年もしないうちに帰ってきた。もう二度と会えないからユーマンが50万円ぐらい高級料理店でアジの友達が全員呼んで振る舞ったのに1年で帰ってきちゃった、1年で帰ってきた。それで確認した。え、お店ではないのここ。もうちょっとしたら改装してちゃんとオープンする。そう、いや普通に欲しいんだけど。これとか一回着てみていい。全然どうぞどうぞ。着るだけ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 。これね、それもなんだか分かってないでしょ。だって分かってない。そうだ、服大量に奪われるんで企画かもしれないや。そういう感じ。いろいろ勘ぐらしてもらえてさ。ああ、服ぐらいいいっすよ。あ、にゃんにゃん、いいね。どう、めっちゃ可愛い。可愛い、めっちゃいいやん。差し上げます。え、マジくれんの。あげます。え、マジくれんの。どうぞ。しゅわおめでとう。超マジで。何これ。1ポイント1着目です。1つ目、1つ目しょー。あー、こんななって発送するときは何ボールで。そう、やば。発送も自分でやってるからね。こんな感じですよ。え、これ中入る。入れる。中空っぽだけど一応入れる。すげえ、これあれやん、移動販売で。移動販売、みんなはここ座ってたやつ。そう、初か、ここ来んの。俺初。俺も初です。全員初か。うん、いやだから、リアごめんね、これ俺来ちゃったからさ、とんでもない発着ぐらいか。あ、もう売り切れてます。あ、はずっ。しかもそんなことねえし。多分しかも売り切れちゃって、また在庫作ったら作り直しちゃおうか。そんな、俺が多分来ちゃったっていう。そんな影響力ねえ。えぐいぐらい、その連絡来て、多分電話鳴りやまない。そんな、ユータの話ごめんね、マジで。ヒューガでその現象起きたの聞いたことないから。半端じゃないと思うよ多分。え、何着ぐらい売れるのそれ。ちなみに400。リアルな数字だ。すごいけど、リアルな数字。400着。え、400ってすごい。めっちゃすごいよ。めっちゃすごい。ワンアイテム400枚ってやばいね。でもヒューだったら行くね。行くね、絶対。しかもちなみにユータが来たらどんぐらいか。5000とかじゃん。5000はくだらないだろ。何何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 違う。もうナイスミが。ああ、ナイスミがズリズリってなる。やりたいよ、ユーモア。で、マジ。きつい。きつい。で、実は結構きつい。いや、もう一個下でいい、もう一個下で。あ、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ないです。悪気はないんだ。悪気はここに。ここに足かかる。ここよ。下、一番下、一番下。そうだ。あ、行った来た来た。全然ナイスに入っちゃってる。これめっちゃナイスに入るんだよね。あー待って、腕だけで頑張ってる。あー痛い。なんで。ユータ、ユータじゃないと無理か。怖い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 。大丈夫。怖い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 。足の全部ちゃんと曲がってる。すごっ。うまい。かかとでしっかりさ、ユーマ。めっちゃ回ってるわ。めっちゃ回ってるわ。うわあ。やばい。急に見た目出してる。出たんです。なんか怖い。さすがに何か。怖いもん。ユータさん見てた。あっちゃんの家だとこういう遊び大好きや。すごい。すごい。すごい。
やばいやばいやばい、死ぬじゃん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 。おお、ヤマトじゃいい。なんだお前、ちゃんのノリは。毎回毎回。そうや。ヤマトだけ見ていい最後。初手で、初手で乗ってたよ。では大丈夫、やんなくて。これ大丈夫だよ。本人一緒。これ、いつだよ。これ何やってる？宇宙系。うわ、すごっ。すげえ。めっちゃダイナミック。ダイナミックやな。おお。やばいやばいやばい。お願いです。楽しんでぜひ。やばいやばい。おめえな。てことで、はい。改めてここはどういう場所？ここはもうなんか車庫兼店舗みたいな感じなんだけど、今ちょっとお休みしてて、6月7月ぐらいでちょっとちゃんと販売できる状態にしたいなみたいな感じの場所。なんで来たか分かってない、なんか倉庫見学的な感じに思っちゃってるよね、多分。服奪いに来たとか思ってるかも。本日はですね、青木リオくんの運命の日となっております。運命の日、はい、こっちで決めるんだ。あ、まあ一応決定権はもちろん青木リオくんにあるんです。じゃあいいですか、ちょっと重大発表。はい、青木リオくんに関する重大発表になります。青木リオ YouTube を始める。いやおめでとう。やろう、というね、ことを宣言する動画になってます。うん。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。びっくりするでしょ。そうなんです。俺らもさっき聞いた。まあなんかこの間ね、あのリオと飲んでる時に、YouTube 始めたいけど、まあ、なかなかもうポジションないんじゃないかみたいな話をしてて、悲しそうな顔してたんで、まあ、これ友達として YouTube 始めさせないと。いや夜のノリや。深夜ノリのお昼間に。そうそうそう。新しい。そのまま持ってきた。居酒屋の意気込みジャックソダって言うでしょ。そう、居酒屋の意気込みジャックゴミだった。そうだ、居酒屋のゴミだけど。お前、UK さんに惹かれるよ、こうやって。ああ、そうやって惹かれるの。こうやって惹かれるの。じゃあ嬉しいよ。UK さんに引き語られる。その悩みを聞いた以上、まあ俺らで全力サポートして、青木リオっていう一人の一般人を YouTube クリエイターに仕立てあげようかな。すごい。まあすでにもうさ、アパレルのブランドオーナーなのじゃん。けどもう3年でしょ。やっぱ3年も経ったら、やっぱ結構なんていうの、仕事もさ、ルーティン化してきたりさ、マンネリ化してきたりすることもあるじゃん。そこでやっぱ新しい仕事を自分の中に取り入れることで、相互作用でいろんなことが生まれたり、もっとその仕事自体が楽しくなったりするわけよ。まあ、これは俺らにも言えるもんだよね。 YouTube 以外の仕事もやってるから YouTube がより楽しくなるみたいなのあることだから、まあリオ YouTube 始めようか。絶対逃げられないやつだ。ああ、そう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 、更新ずっとし続けなきゃいけないやつだ。そうだよ。でもそれは言ってたよ、 YouTube やりたいみたいな。まあ、YouTube やりたいは言ったね。でももう逃げられない。そうだ。絶対にだから自分の頻度で月に1本とかはもうダメだ、これで。ああ、まあそれはまあ最終的にチャンネル作ったらリオがもうコントロールしてっていいんだけど、うん、まあ、とりあえず最初ぐらいは俺らががっつりちょっと入ろうかな。いや、ほんとありがたい。あ、ほんと？おと怖いが半々ぐらいいるね。おお、半々か。怖いっていうのは、でもえぐいやん、プレッシャーが。あ、どっからの？えげつない規模感でやられてる隣で、どんなお花を咲かせようかと。ああ、なるほどね。でも花を咲かせるつもりがあるっていうことは、もう YouTube 始めるっていうのは OK ってことですか？もうやりたかったしね。よし、まずは OK。 本当はでかい。いや、にしても急やな。急だよ、全部物事は人生。思い立った期日って。あ、トリコ、トリコ、トリコ漫画のやつです。差し入れといてください。トムの車に乗ってる時に、あの、こうやってシャンパン3本こうやって持って、トリコが飲んだやつに特技のやつです。入れといてください。トムの船。トム、あれ、トリコ、お前体重が増えた。船に乗っただけで体重で1キロ2キロ。トムさんが、トム知らねえ。知ってるの？知らないトムさん。トリコ知らない。アイスバーグ。じゃあそのトムさんじゃない。トムさんはそのトムさん。一緒にしないで。違う、全然大きさが違う。トムで盛り上がりすぎだろ、トムさん。ごめんごめん。
ほぼ四天王のトムだから全然違う、全然違うと、まあ、あのそんな感じでもうやっぱ思った時に行動を移して俺らここまで来てるわけ、だからそういえばハングオーバーズもそうだったねっていう話ですよ。すごいな、覚えてますか、どうやったの。覚えてる。え、あれ4人で飲んだんだっけ。うん、そう、俺とボーンとリオとオトベ4人で飲んでて、その夜すごかったんだよ。俺 YouTube やってたんだけど、ボーンは普通まだ大学生で、うん、ボーンのマネージャーが決まった日、うん、で、その日オトベも YouTube 始めると決めた日、あ、アメタラね、うん、おアメタラ始めるって決めた日で、リオはその日ハングオーバーズ始める。そうだ、でその本当就活始めるか始めないかぐらいの、そうだろう、飲んでて、まあもうこの飲み会で全部決めようぜみたいな感じのノリで、でボンがマネージャーになることが決まって、そのままボンの家に行くみたいな。あったー、お父さんお母さんとこ行くやつだ。そうで、あの真宙君をうちの会社に入れさせてください的なのがあって入った。うん、19歳たちがさ、こういう風にやってんのよね。いや、ワンチャンうごめいてるかもしれない。ワンクリながら財前でさ、それってさ、その若いやつの特権みたいなとこあるよ、無鉄砲に打ち出すみたいな、うん、でも若さってやっぱ気概だなと思って、年齢で決められるもんじゃないな。ああ、なるほどね。このタイミング、この混沌としてる状況でちょっと YouTube 始めたら面白いんじゃない。熟成された業界よ、ね、ちょっとラストタイミングぐらい、うんうん、この出したら終わりな。ラストこうメリって入り込んでギリギリ、そう、なんかそれがなんかいけそうな気がするからさ、いないやんこういうキャラクター、うん、YouTube 界に。あ、ほんと。なんか YouTube クリエイターになってほしいわけじゃなくて、なんか YouTube もやっててほしいみたいな感じ。なるほどね。そう、だから今からじゃあ機材を買いに行きたいと思います。すごっマジ、はい、そんなスパンで来たー。バンバン動かないでいいから、もう本当にもうめちゃめちゃよこの企画、俺も分かってる、やべえ企画だな。早っ、友達のやべえノリを動画にしちゃったってこと。今決めて、今機材買うんだ。あのガンガン MacBook と、持ってる持ってる持ってる、あ、そっかそっか。 YouTube 用とアパレルで分けなくて大丈夫。もうそれでいく、それでいく。いや、だめ、買おうか。なんでだよそれはいらんて。最新の80万円の MacBook あるから。えぇーい、今日手に入んねんよ。本当メインじゃないからね。そうだよ、うん、そうそうそう。あ、ほんと、そう、食べました。メロがびっくりしてんだって。だから体全然すぎて、買わなきゃいけないのはなんだ。カメラと三脚とライトとか。あ、そうか、そこら辺ももろもろ買って。何もわかんないで教えてください。そう、プロ中のプロなんだから。そうよ、 YouTube クリエイターになりたい人が必見すべき動画ですよ。そうだ、これ見りゃ YouTube クリエイターになれるっていう動画をちょっと僕たち作りたいんで。え、まずは今決心ができました。決心が一番大事な、一番大事なとこ突破できたから、うん、もうあとはもう、うん、こっから機材購入で排水の陣を作っていきます。あの、お金使ったら人間ってなかなか後戻りできる。ギャンブルと一緒で、使えば使うほどみたいな。じゃあ電気屋さん行きますか、うん、はい、向かっていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで駐車場到着しました。買うか。買います。買いますか。行こうか。だもん、これで全部を揃えるってことだね。そう、いやー、もう戻れないね、これ。もう戻れない。買うの方がやばいな。今気づいた、この企画のやばさ。なんかさ、これ現実味ある。即日でこんなカメラ買うってなかなかでしょ。えぐいね。なんか昔のあっちゃんみたいな。そうそうそう、あっちゃんもこんな感じでさ、ノリだったから。緊張する。決定者だよね、新しいこと始めるって。まあそうかも。ちょっとだけワクワクしてます。そのワクワク大事よね、めちゃめちゃね。なあ、どういうカメラ。やっぱ俺らと同じ 4K っすか。そうじゃ、いや、まあもうちょっと綺麗なやつ買ってもいいかなと思う。綺麗なやつ、あの、ちょっと綺麗に撮るの面白くない。まあそうかも。汚いおっさんを小綺麗に撮るみたいな。すごい金額したやな。カメラってこんなすんの。え、そんな高い。26万。普通にしますね。するね。まあ、ここら辺結構美容系の女性クリエイターの人、ね、10万しないぐらい。ちょっと店員さんに聞いてみる。そうしよう。美容系 YouTuber なんですけど。あ、そうだよ。ちょっとあの美容系の YouTube を始めたくて、はい、肌が綺麗に撮れるなんかビデオカメラとかってあったりしますか。ミラーレスなんで画質は非常にいいです。ミラーレス。バッテリー長持ちですか。バッテリーは他のメーカーに比べてだいぶ長持ちです。一人一番長持ち。こっちはどうなんですか、そっちの。高い方。画質はさらにこっちの方が上です。これはどっちかというと動画の方がメインで、こっちは静止画と動画どっちもいけるって。うん、もうこれちゃう。これだね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、これ早っ。これで10万円しないぐらいですね。8万円、まあ、税込みで10万ぐらい。急な10万。いや、まあでも最初始めるにはやっぱ必要不可欠ですからね。初期投資ですよ。まああとあれだね、メモリーカード。メモリーカード
そんなパッパ決まんだカメラ。まあだから2ごろ行くか1テラ行くかみたいな。1テラだったらもう13万ぐらいする。マジじゃん。え、これ普通にさ1本動画って大体どんなもんなの。いや全然もうこれで十分だ。あ、このぐらい回し続けられるよ。そうそうそう。じゃあこれでいいんじゃない。2ごろでいいっす。2ごろで、2ごろで、じゃあ2ごろで、2ごろの3ディスク。あ、三脚だ、三脚、三脚、三脚大事。懐かしいな、この絵くんの YouTube 始めたてはね、来てましたね。ここら辺じゃない、ゆうた、うち使ってもここら辺だよ、うん、この辺だ、俺らの。そう、ここら辺がいいと思う。あ、スマホでも撮れたらいいんじゃない。じゃこれダブルタイプが、うん、じゃあこれで、これ、うん、あ、じゃあこれでさっさ決まるね。俺らはもう本職でやってるから。あ、そっか、まあありがたいね。いいやつが分かってますから、いちいち悩む必要ないっていう。そう、はい、オッケー。あとカメラバッグ、カメラバッグ、この辺だね。これとかうち使ってるやつやん。うん、変な話、カメラが安全に保てればそれで大丈夫。これでよくない。うん、それでいいんちゃう。決まっていく、やばい。もう4つ決まった。カメラでしょ、メモリーカード、うん、あと三脚、カメラバッグ、完璧。もう YouTube 撮れます。 MacBook 持ってるんだ。いやでもね、絶対分けた方がいいよ、めっちゃ重たいから。もう一個カメラ Mac。いやまあ分けた方が絶対にいいよっていうのは、あの編集って重たくなるから、その他の作業もできなくなるのがめっちゃめんどくさい。本命のアパレルにもワンチャン視聴しちゃうかもしれない。視聴しちゃうかもしれないね。買おう、よし、じゃあとりあえずカメラ買って。 マジで言ってんの。 MacBook 買うから。 Mac 買うの今。そうだよ。嘘でしょ。俺さすがに引いてる。マジで早いな。本当に編集でどうなってるか分かんないけど、本当に20分かかんないぐらい決めたよな全部。うん、怖いっす。珍しいんじゃないけど、これさ YouTube 始めるときって大体資本金ないからさ。あー、確かに。リオはもともとね、今もう社長だから、まあまあまあ、でも日にそんな使わないよ普通。まあまあ、いやでもよかったよ。ぶっちゃけさ、わかんないじゃん、今から YouTube 始める人って何かやる。バチ分かりした状態でいけるっていうのは熱い。それありがたいね。お、はい、だけ出ました。えぐい。いや、なんか現実味出てくるな。買いましたね。カメラセット終わりました。やった終わった。13万ちょい、結構するね、やっぱり。じゃあ次。俺MacBook もう一台買うんだ。さすがに想像してなかった。これあれだよね、オーダーしなきゃいけないんだよな。そう、これオーダーする。うー、フルスペックいらないよね俺。作業効率上げたいならフルスペだけど、まあフルスペ値段えぐいからね。いくらするの。80万とか。80万。やばいねこれ。これやばいね。まあ融資希望の場合は右手開けていただければ。融資希望、融資もできますんで、うちの。受けたいね。あ、受ける。受けるんだ。いや、受けられるもん全部受けますよ、それは。そう、まあまあ、手厚いサービスです、ね。熱っ。え、誰から受けるかじゃあ決めていいよ、この3人から。まあ、俺か。まあ俺か。お前が持ってきた企画だしたら。まあまあまあ。鈴木さんに借りちゃおうかな。まあいいや、じゃあ、まあ、貸すしフルスペにしよう。まあ借りるしフルスペやな。そうだね。そうなったら俺気違うわ、うん、全然コリコリのフルスペでいこう。じゃあちょっと細かいオーダーしなきゃいけないから、うん、一旦店員さんにいろいろやって、はい、やっていきます。はい、やっていきましょう。はい、はい、ということで購入していきました。はい、ナイス。ここで初期装備、カメラとパソコンが揃ったと。はい、まあ、厳密に言うとね、パソコンはまあ予約みたいな形だったので、料金だけ払って、まあ、後日発送して届く、まあ、これが YouTube クリエイターの初期装備と。うん、えぐいね。サクッと100万ぐらい使いましたけど。サクッと YouTube クリエイターってこんな必要なんやな。まあちゃんとやろうと思ったらね、まあ、もちろんほんと最初料金を抑えれば iPhone と、そういうこと携帯その編集して、そう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 、それでもういけるんだけど、まあせっかく俺らがプロデュースするんだ。本気装備、うん、本気装備でいきたい。トップクリエイター装備だでいった方がまあ面白いんじゃない。うん、まあ、そうだね、気はでかくなれるかも。うん、これで準備は半分ぐらい整いましたよ。うん、でまあこっからなんですけど、まあ本当に今日始めるってことが決まって、まあ、どんな感じでやっていくか多分不安じゃないですか。マジで分からん。ここはちょっと話し合いたいなと思いまして。助かります。今から僕とリオ君でご飯食べに行きます。おお、はい、ありがとうございます。でそこでちょっと話していろいろ詰めていくみたいな、リオが何やりたいかみたいなとこと YouTube 界の今の状況をちょっと話したりして、じゃあこういう感じでやっていこうかっていうのを決めて、そこから撮影編集でアップロード。すごい、そこまでしてこいます。結構ね大型企画ですよ、本当にありがたいですよ。うん、そうよ、1本目気合い入れてやんなきゃね。
そうだね。いややばいね、これすごいよ。ちょっとプレッシャーいかついもん今。いやそうね。いやでもまあ気楽にさ、変な帽子かぶってるわけだし。いやまあ感じれるプレッシャーじゃないからね、他の人が。俺はちゃんとした帽子だと思ってかぶってんのよ。いややべえ帽子を、そういえばやべえ帽子かぶってる。やべえ帽子をずっとかぶってる。リオだからなんかささらっと流したけど、これやべえ帽子。やべえ帽子。名古屋のおばあちゃんが編んでるところ、屋台でそれ買ってきました。素晴らしいよ、ギョーザがジャスパンにフィットしてる感じが。じゃ一回ヒロかぶってる。はいよ、これ結構帽子に合う。え、坊主だったの？坊主だよ。伸びかけの。どうだ。フィット感すごいけどね。すごいいいよ。すごい良くないよ、顔が。その顔が良くない。こっからじゃあ、ちょっとご飯食べてきます。飯ね、行ってこい行ってこい。行ってきます。で、ゆうまむぎりは、まあ、こっからの、その後のセクションでも活躍してくれる。はい、コメント全面サポートで交換をお送りしていきたいと思います。はい、じゃあそれでは向かっていきましょう。おい、危ねえ、危ねえ、やばっ、はははははは、